今年のタイガースということなんですけどね、全体的に気になったのは、うん、巨人はこれどう考えますか。まあ、スワレスが抜けたらどうなる。はい、今日は岡田彰典さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。岡田さん、2月のキャンプ、はいはい、タイガースは見に行けたんですよね。はい、行きましたね。もう大変な、我々解説者としても環境の中で取材しましたね。制限がね、うん、厳しかった。ブルペンも、はい、ね、まあ、去年もそうだったら横からしか見れない、うん、ね、いつもは後ろからも見れて、後ろから、ね、見れるんだけど、はいはいはい、それがもうなかなか選手とも接することもできず、うん、ね、はい、監督とも話することもできず、うんうん、もう誰か話することできましたか。いやいや、全然できないよ。選手と会話してないですよ。だからですよね、佐藤だけね、うん、新聞のあれで対談をしたんですけど、はい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 、佐藤だけですね、話できたの。やっぱそうですよね、僕らもそうでした。あと1回中継があったんで、その中継の中で、うん、イニングの間に監督と遠いところから、うん、話したぐらいで、ね、もうなかなかね、うん、接することができない状況で、うん、その中で今年のタイガースっていうことなんですけどね、はいはい、去年は、うん、岡田さんも優勝候補でしょ。去年は2位にしたかな。あ、2位にした。1位か2位、ね、あ、もうそうですよね。どっちかっていうね。僕も2年ぐらい続けて優勝候補にしてたんですけど、うんうん、今年のタイガースを見て、まず気になったこと、あるいは気になる選手、うん、そういうところをね、ちょっとこうお聞きしたいんですけども、どうですか。だから、うん、まあ、去年の反省でね、はい、一番全体的に気になったのは、うん、はい、あんまり守備にやっぱりね、重点置いてないなっていうのは、ね、確かに全体的にね、チームとして全体的にね、去年やっぱりね、失点失策によるね、うん、失点すんで失策、ね、エラーついてない、ね、はい、そうですね、月続で残って点取られるとか、確かに確かに、ね、その目に見えないね、まあ、エラーというか、そうですよね、無駄に類をこう与えたりとか ね、うん、ね、うん、そういうのもありましたし、ね、エラーついてないんだけど無駄な、ね、そうですよね、まあ、エラーの数だけでもしかし多いんだけど、多いんだけど、それ以上に、それ以上に、うん、そうですよね、目に見えない、ね、ミスが多かったんだけど、これはやっぱりどういうことなのか、まあ、何年も続けてね、うん、これもう一番エラー数が多いチームなのにそれが改善できてないっていうね、うん、やっぱりこれは練習の内容なのか指導者なのか。結果打つのばっかり重点置くでしょ。ああ、そうか、ね、バッティングコーチまたね、その臨時、あれ臨時じゃないか、あれ誰、藤井か、藤井康夫ね、あ、藤井康夫君ね、また連れてきたりね、その巡回というかね、はいはいはい、うん、あ、そうでしたね。もう去年はね、河、うん、合コーチ臨時でよく、ね、その島守備にね、バントとかね、重点をがあったんでね、うん、それでもまあ結局改善できずに、もう改善できなかったですね、やっぱりね、しまったので、うん、だからね、やっぱりチーム預かってると、ね、去年なんで勝てなかったとか、はい、いろんな反省考えて、じゃあ来年ちょっとここを、ね、まあ、補強を含めて、うん、やっぱり改善、ね、はい、しないといけない部分の反省部分出てくるんじゃないですかね。うんうんうん、岡田さんから見て、去年のまあシーズンからね、うん、今年に向けてだったら、どういうところをやっぱり改善していかないといけないっていう、まあ、守備が一番大きいかもしれないですけど、まあ、守備で、うんうん、で去年から見ても改善ね、勝つために改善してるのはね、打順入れ替えたりね、打つ方ばっかりでやったでしょ。だからね、その開幕のメンバーからそら打順的にはすごい変わった部分もあるしね、クリーンアップだ、ね、クリーンアップにしてもそうだし、ですね、うん、やっぱり打って勝とうとしてるのかなっていうね、俺チーム全体見たらね、はい、やっぱり守りというか ね、うん、どっちかといったらピッチャーは、ね、ずっと良かったんで、安定してましたよね、だからそっちで失点を少なくした方が、うんうんうん、ね、長いシーズン、あー、ね、勝てるんじゃないかと思うんだけどね。確かにね、うん、まあ、そういうふうに考えるとね、やっぱり抑えの、まあ、素晴らしいピッチャーが一人、スワレス、おスワレス大きいね、抜けましたよ、これはもう一人じゃないから、ね、だって今日失敗なしでしょ。1回か1回ぐらいですよね、1回かね、うんうん、もう本当の失敗って1回ぐらいですよ、ね、年間でね、うん、こんなピッチャーがいたんだっていうね、うん、だから今年はね、うん、延長12回でしょ、それで、そうですよ、だからリリーフ陣去年は9回だからね、もうね、どうせだって9回はもう絶対ね、悪くても引き分けで終われるっていうね、うん、そうですね、あったけど、うん、
今年は12回いう意味でも、そうですね、まあ、去年もちょっと、ね、心配だったんだけど、ブルペン陣がね。そういう意味では、まずやっぱり気になるところは、投手陣。投手陣ですね。投手陣はこれどう考えますか。なんか、まあ、スアレスが抜けたら、一気になんかリリーフ陣が弱く見えたっていうね。だから、ケラ？新外国人の。ああ、今度来るね。なんかね、はい、もうすぐ来るみたいだけど。はいはいはい、これ分からないよね、まあ、本当にスアレス並みっていうのはないでしょう。スアレス必ずまではいかないです、ね、絶対行かないですね。絶対行かないですよね。まあだからそれはもうそこまでの期待は持たない方がいいというね、うんうん、中であとはどうですか、その岩崎がまあ8回まあ投げるのか現状、まあ、そうでしょうね、うん、今は現状では、ね、岩崎だけかな、ね、岩崎がまたね故障したとか言ってる、うん、あれ僕らが見ててね、岩貞っていうピッチャーね、うん、先発の時はやっぱそれなりだったのに、リリーフになって全く良さが見えてない。僕もずっとね、岩貞のリリーフはもう絶対こうやって先輩タイプだってずっと言ってる。やっぱ向いてないんですよね。僕はそう思うんだけど、はいはいはい、なんでかいうと、うん、短いイニングだから、うん、ただ力ずく腕を振って、はいはいはい、そう、もう力投、力投すればいいっていう感じ ね、やっぱりそので先発の時にまあ6回ぐらいまで、ね、うんうん、まあ、2点、2、3点まででね、3点までっていうね、はい、もうそういう流れと、やっぱ後ろはね、そうですよね、まして勝ちパターンの、ね、はいはいはい、部分に与えられたんで、そうですよね、怖いんですよね、勝ちゲームだ、確かにね、もう、ね、あんなに力いっぱい投げるピッチャーじゃなかったですよね。でも力いっぱい投げても、そんなにスピード変わってないんで、ね、コントロールが悪くなったっていうね。そういう印象ですよね。まあまあ、ね、バッターがまっすぐ狙っとってもね、うん、藤川みたいにまっすぐ行って空振り取れるんだったらいいけど、取れるんだらね、まあ、そこまでの、そこまでの球威はないというか ね、スピードもね、やっぱあれは結局他に先発陣がいるからっていうんで押し出されたようなリリーフなの、まあ、そうなのかな、うん、なんでね、岩さんも 10勝近くしたの ね、だから1回先輩ね、ピッチャーだったのに、うん、なんかそのイメージがリリーフになって全く消えちゃったので、どっちか大体のコントロールだ、うん、大体ですからね、だからやっぱりそういうピッチャーが先発の方がいいですよ ね、うん、ね、だから岡田さん言われたように 2,3 点は OK だよっていう、そういう中で投げさせてあげた方がね、そうですね、それもまあ先発ピッチャーの出来次第では考えとかないといけないですよ ね、うん、そうですね、うん、あとは気になった選手で、あとね、もう、最初キャンプ行ってブルペン、はいはい、まあ、横から横しか見れないんだけどね、ちょうどね、はい、ドラフト2位の鈴木かな、あ、鈴木がいましたね、ドラフト2位の鈴木と、はい、ドラフト3位の桐敷、桐敷2人並んでブルペンで投げてたんですよ、はいはい、で、パー見てて、あ、これどっちが2位、3位とか言って、うん、もうこれ3位の方がええな言うて、あ、僕もそう思いました。その時点でね、うん、だから2月、第2クールかな、第2クール。じゃあまだ練習試合もしてない、してない時期ですよね。僕は練習試合とか見たんですよ。うん、やっぱあ、これ桐敷絶対使えるわと。桐敷は絶対いい、うんうん。鈴木はちょっとコントロールがね、うん、全然まあ思ったところに行かないような感じがしたんで、ちょっと時間かかるかな、ね。桐敷はひょっとしたら、うん、ね、誰に使えるかな、うん。まあ先発の方でも期待してるぐらいの、うん、今話をしてましたけども。ボールの種類少ないかな、ね、ね、僕はリリーフだと思ってたんだけど、俺もリリーフだったら今の対戦に行けるけど、ね、うん、先発になるとちょっとチェンジアップというか ね、 そうですね、ちょっと外に逃げる、うん、ちょっと慣れられた時にどうかなっていうね、やっぱり去年 の、 新人ピッチャー伊藤去年 の、 伊藤の、まあ、あれをちょっとイメージして、緩急があるから、ね、あれをちょっとイメージしてるんでしょうね、でも、まあ、ストレートの力は桐敷のがあるんじゃないかな、はいはい、伊藤よりも ね、だから桐敷は、まあ、これ一軍で戦力になるだろうなっていうね、なると思いますね、これね、はいはいはい、それは感じましたね。あとはどうですか、他に気になった選手。他ね、うん、僕は中野が来てなかったでしょ。中野がいないで、うん、で入館ね、はい、もうあんまり二軍の試合見れなかったんで、うん、本当ね、はい、2年目とか、こう、うん、高寺、高寺とか、遠藤、あ、遠藤とかね、僕も初めて、うん、本当ね、このキャンプで初めて見るような、ね、うん、選手で、入館、うん、まあ、小畑がね、ちょっと出てたんで、はい、そうですよね、だから、まあ、抜擢ね、うん、したんだけど、
誰もそこまでアピールしてくる人がいなかったですよね。何をアピールするのかなって、これ遠藤でね、なんかこれファームでどのぐらい売ったんやったら、いや1割並ぶのもね、と思って、うん、ファームの1割台はね、うん、ちょっときつい。なんか宮崎でフェニックスリーグで4割ぐらい売ってたとか言ってね、あ、うん、まあね、うん、なんかその時にパッとハマるのもあるしね、まあ、だからまあ、うん、そういうなんて思うんだけど、うん、タイプがみんな一緒のタイプでしょ。はいはい、そうですね。だから右投げ左打ちで、まあ、2番とかそういうタイプっていうか ね、うん、去年 あの2月はね、あのもうショートは木浪みたいな、あ、そういう、ね、うん、あのような考えでスタートしたんだけど、うん、そこに中野というね、うん、もう中野は一軍におるのかな、どうなんかなぐらいの評価しか最初ね、うん、中野はだから、まあ、バッティングはちょっと評価されて、うん、バッティングは良かったですよね、良かったけど、ね、あそこまでショートね、ですね、だから糸原のまあ控えの後半な、うん、守るんかなぐらいのね、キャンプはセカンドとかで多かったもんね、セカンドだったんですよ、セカンドだったんですよ、うん、まあ、肩がそこまで強くないからですよ ね、 すね、うんうん、そこはあるんでしょうけど、僕はだからあの小畑をちょっと非常に期待してたんですよ、うん、だけどこの体つき見たらね、去年とあんま変わってない、細い細い ね、 ね、はい、ね、やっぱ本当に伸びてくる時ってやっぱりオフの間にグッと、うん、あの一気に成長するじゃないですか、うん、ああいう若い選手は。そうね、それを感じなかったんでね、ちょっとがっかりしたんですけどね、ちょっと若手、まあその3人ですかね、うん、今 ね3人が来てたけど、うん、それはそれだったらね、熊谷とかあの辺やっぱりゲームだったら使いますよ。そうですね、うん、まあ内外野できるとか ね、 そのね、まあ、レギュラーななしにね、はいはい、そのスーパーサブ的な、ね、そうですね、存在で。だ木浪ね、去年見ててあのショートはちょっときついなっていう印象があったんだけど、うん、セカンドを守らせたらね、あのそれなりにうまいなと思ったんで、うん、そこもちょっとショートはやっぱり肩ね、きついでしょ、ちょっとね、肩きついかもか、守備範囲もちょっとね、狭い、だんだん守備位置があの前になってくるからね、結局自信ないからね、うん、それもきついですよね、ピッチャーですよね。